ちは、こんばんは、ゲーム動画ドッコーです。スタークラブ育成シミュレーションカルチャービッター始めていきましょう。本日はスジョンがアジアチャレンジトーフリー予選の最終戦です。こちらですね、リーグ戦の得点を見ていきましょう。これか、勝敗数。現在グループ A に所属しておりまして、クランカリバーズは勝ち点4点、1勝1引き分けとなっております。上海クラブとは引き分けていて、得点失点差は2点差あります。要するに引き分けると上海クラブが1点差で勝っても、クラワーカリバーズが決勝戦に残るのかな。まあでもミルザガセミが上海クラブに勝ったら、勝ち点的には逆転されるか。でも自力で決めるにはクラブは勝ってくれた方が可能性は高くなりますが、できればスジョンがね、勝つ必要があります。今年結構ブロック分けが楽なんで、ここはしっかり勝っておきたいんですね。まあ、いつものメンバーそんなにうまくないですが、それを補ってあるものがある。相手ブリッキングスタジアムか。これはスジョンガのホームスタジアムなのかな。これはダメ。フィジカルが高いですからね。あ、やばい。早くもコーナーキックに持ち込まれた。このゲーム、コーナーキックで得点率は高いので入れられてしまった。あ、やばい。そんなこと言ってるうちに早くも。どうでしょうね、そう。これよりはちょっとね、普段に自作しないといけません。あー、ここ取ってくれると思ったんだけど、これって後半になるとどっちが有利なのか。基本的にキック力っていうのは落ちませんからね。相手の方があるからな。現在の状況を見てみますか。スジョンがほぼ満タンだな。マドカ同点。さあ、早くもタイムをつい込んだ。もう1点欲しい。結構スペースが空く場合が多いですよね、相手。技術力はそれほどでもないからな。うまく抜けるプレーで打開しましょう。こちらの方がスタミナを使う率は高いから、これ気をつけないと抜けたわけですね。
対正面からぶつからない方がいいですね。うまいパスマジバックがこっちけど、あ、やばい、もう危なかった。突きがキャッチしました。あっと、またピンチです。お、これはノーホイッスル。こちらのコーナーキックをチャンスにました。多分前半最後のチャンスでしょう。決まった、勝ち越しです。クラウカリバーズ、ナミ前半終了。誰かがマナミなのか分からなかった。みんなに両端が疲れております。なので交代して、おそらく、うん、いつも通り中盤が疲れると思うんですに。こちらの方がスタミナ消費率が低い。与え負けしているのは事実です。しかし仕方ないんじゃないでしょうか。月の投入、これで交代枠を使い切ります。とにかく中盤、このゲームの中盤が肝心。日本大丈夫か、ちょっと立ち上がるの遅くなった。危ない危ない、ピッチャー続きますね。ピッチャーカバー、そこはえー同点に追いつかれた。ちょっと疲れが見えてきたな。高いだなって言われてますよ。ちょっとなんかこちら動けなくなってきたな。こちらも精神力はタフな方ですが、メンタルも続きで決めたい。ほい、うまい、なんかなんかリスクは伴いますからね。後ろに下がらないといけない。グルミをここまで戻って必死な縦パス、サツキ絶好のチャンス。おっと、フィート惜しかった。引き続きコーナーキックのチャンスです。さて焦点になれ、ダメだ、絶対なさすぎる。このサツキのがシュート決められなかったのはファルです。認定ゴールか、気をつけないと。おー、バーに救われた、危なかった。ここしっかり7個はキープ。熱入りますねこの試合は。だが、あ、やばいやばいやばい、1対1になった。明らかに追いつけてないですね、この選手の動きが。相手のフィジカルに対応できてない。動きがすごい鈍いですね。なので再度逆転を許してしまいました。フィジカルに屈するのか、このアカリバーズ。さあせめて同点までは持っていきたいが、終わった。
いくら明かりはず確実に破れ去りました。引き取るも鍛えないとダメですね。総合力も求められる。このゲーム4年ほどやってきましたが、なかなか道は長いです。何回も優勝とかジャパンカップもう3回ぐらい取ってますけどね。4回かな。いや、アジアチャレンジ投手は別です。じゃあこれは暑い。まだ1回も決勝リーグ乗ってませんから、決勝トーナメントかな。ここはよかったです。勝ち越しました。アディショナルタイムですね。すぐに同点に追いつかれてしまう。弾丸突き刺さります。必死に戻るんですよね。こうするとスタミナを使ってしまう。これですよね。勝負分けたな。組み合えなかった。そしてこれ助かったと思ったんですが、4から2、完全にもうこちらのディフェンダーがちょっと前に行きすぎだな。だから完全に隙使えて対応できてないですね。テントウォーと必死になった結果でしょうか。これは悔しい負けだ。失点差も0。2勝1敗でスジョンガが決勝進出ですね。まだまだ成長の余地があるってところじゃないでしょうか。はい、ということで次回はチェスト、フォルティーヌ浜松戦ですね。これはすごいな。疲労が結構残ってますね。はい、去年9位今年8位。ここはしっかり勝っていかないとなりません。リーグ戦優勝すれば来年のアジアチャレンジ投票で、ぜひ頑張っていきたいと思います。公式戦もこれ折り返しか。ここから後半戦のスタートですね。公式戦のは2位ですね。リマーセ大阪市1ゲーム差ですね。ほぼということで、この勢い、アジアチャレンジ投票は負けてしまいましたが、リーグ戦はまだ残っていますので、そちらを優勝向けてまた頑張りたいと思います。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。ブログ、ツイッターやっております。概要欄、説明欄にアドレス記載してます。ぜひご覧ください。プレイリストも概要欄に記載してます。
こちらもご覧ください。ということで、カルチョビットはライブ配信じゃない、カルチョビットアーの動画でした。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。